アイドル水の作り方をお伝えしていきます。あるアイドルの方が飲んでいて、痩せたということでね、話題になっているお水なんですけれども、このアイドル水、確かに痩せる効果あるんですね。ただ私、美腸活の専門家として、そのより痩せるアイドル水の作り方をお伝えしていきます。実演を交えてお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では材料からお伝えしていきます。こちら天然水 500ml、 2つ目、水出し用の、すみません、私の使い勝手ですけど、水出し用の緑茶のパック1袋ですね。こんな形で、はい、入っております。そして次、レモン果汁大さじ1、そして最後に蜂蜜大さじ1/2、これだけなんですね。で、よく言われるそのアイドル水の材料は、この蜂蜜の代わりにお砂糖というレシピが多いんですね。でこのお砂糖、白砂糖は、私アンチ白砂糖ですのでおすすめしません。なぜかというと、その白砂糖というのはデブ菌と言われる悪玉菌の大好物なわけなんです。そのようなものをやはり定期的に摂ってしまうというのは、腸内環境にとっても悪いですし、プラスそのどんどん太っていってしまう味覚、白砂糖中毒ですよね。そういった形に、なってしまいますから、白砂糖は使わずに、私はこの蜂蜜をおすすめします。ですからこの材料を準備して作っていきましょう。この材料入れるこういった容器ですねをご準備してください。でこういった容器がなくても、例えばその 500ml が入るようなこう水筒とかでも入れて、職場に持っていかれたりしてもいいと思うんですね。学校とかそういった形でもいいと思います。では早速作っていきましょう。ではまずこの容器にお水500入れていきます。入れますね。いいですか、見えますか。このお水も水道水ではなくて、このようなやっぱり天然のお水や、せめて浄水を使っていただきたいと思います。やはり腸内にね、水道水負担かけますからお願いしますね。では次にお茶パックを入れていきましょう。こちらの水出し用です。お水なので水出し用がいいと思います。じゃあ1つ入れていきますね。そしてこの後にレモン果汁が大さじ1でしたね。こちら大さじです。そして今お茶パックが入った後に、こういったレモン果汁入れていきます。見えますか。大さじ1ですから、ギリギリまでですね。じゃあ今度レモン果汁入れますよ。そして次に蜂蜜大さじ1/2です。でこちらもやはりその入れすぎてしまうと取りすぎになりますので、目安としては大さじ1/2にしてくださいね。蜂蜜私も大好きです、ね、大さじ1/2を入れます。でこのアイドル水の材料ですね、やはり痩せるんですよね。なぜかというと、もちろんこの緑茶がですね、あなたの代謝を上げてくれますから、脂肪の燃焼効果も出ますし、でまたレモンですね。レモンってデトックス効果がすごいんですね。なので体の余計な老廃物どんどん外に出してくれます。でまた白砂糖の代わりに、なんで私が蜂蜜にしたかというと、蜂蜜ってすごく実はいろんな栄養入ってるんです。でプラスなんと蜂蜜って実はあなたの脂肪を燃焼してくれる効果も高いんですよ。嬉しいですよね。逆に白砂糖はやはりおすすめしません。なぜかというのは先ほどお伝えした通りですね。デブ菌が増えてしまうわけですから、もう絶対良くないです。で、私も普段自宅でももちろん白砂糖家に置いてませんし、置いてても黒砂糖とかきび糖ですね。でまたお料理でそのお砂糖だけ足すようなお料理ってしないんですよ。お砂糖使うことないです。それぐらいお砂糖を気をつけているんですね。さあ、話しているうちにできました。でこちらは冷水用の緑茶を使ったので、だいたい 1,2 時間ぐらい経つと飲み頃になります。よく混ぜていただいてですね、蜂蜜もレモンも入ってますけど、これでよく混ぜてください。でこのまま常温でもいいと思うんですけれども、冷蔵庫に冷やしてもいいと思います。で冷蔵庫に保存されても、できる限り早く飲み切った方がいいでしょうね。やっぱ傷みますから、1日かけてやっぱり 500ml 飲み切るっていう形で目安にされるといいと思いますよ。で私も最初緑茶とレモンどんな味なのかなと思っていたんですが、私は好きですね。さっぱりしていて、こうちょっと渋みがあって、でしかも蜂蜜のほんのり甘みがありますから、少しこうデザート感覚でクイクイクイっと飲んでいます。でよろしければやっぱり氷とかは入れないでいただきたいんですね。冷たくこうキンキンに冷やしたような飲み物を飲んでしまうと、あなたの腸がピタッとやっぱりね、動きが止まってしまうんですね。そしてやっぱり腸内もこうしっかり動かない、蠕動運動ができなくなってしまうと、やはり便秘になったり下痢になったり、そして腸内の痩せ菌と呼ばれる善玉菌がやっぱり元気になりませんから、できれば常温か、冷蔵庫で冷やしたものをちょっと置くとかですね、あまり冷たすぎないものを召し上がっていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。この、アイドル水の材料お伝えしたのはもう全部腸内環境にも優しいですし、痩せる効果がこんなにもありますから、あなたのペースで1日かけて 500ml 飲み切っていってくださいね。そしてまたこのチャンネルはこのような健康法やさまざまな腸活法をお伝えしております。そのことで女性がきれいに痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。